投稿はスコッチさんからのアイデアでございます、はい、どうぞ。うろ覚え全員集合クイズ、集合しましょう。でクイズ出した人は完全に正解されてしまってもダメですし、うんうん、誰も知らないような問題を出してしまってもマイナスペナルティを食らうというゲーム で最終的に一番ポイントの高かった人は優勝とさせてもらいます。いいよ。問題、はい、高橋浩二さんがメインボーカル、ロードという曲が大ヒットしたロックバンドの名前、正しく書いてください。正しく書く。はい。なるほどね。最近よく見るんですけどね。まあニュースで騒がしてますから、ね。いやあれなんなんでしょう、ワイドショーのこの悪意というか。ひどいね。毎回ロードを流すっていう。なんでもないようなことが幸せだったと思う。あれでも本当かわいそうだからやめてあげてほしいんだよな。ザ・トラブリュー。ああ、バカだな。僕トラブリュー、しかもそっちか。はい、俺トラブリューのリューが簡単な方。なるほど。俺はなんかトラブリューだけど漢字が、はい、めちゃくちゃ皆さんの漢字がね、はい、皆さん不正解です。助かった。これはやった。これね、草分けさんがトラブマで合ってる。リューが違う。リューが簡単なリュー。あーこっちか。あー、でザがないんだね。そうだから草分けさんが文字数頭から合ってるから1ポイント。あーやっしゃ。そして俺うろ覚えで、はい、マイナスじゃないという。よし、あこれはいい問題でしたね。よし、一人だけにポイント与えて。元素記号、うん、これを番号順に1番から10番まで書いてください。お願いします。REBEHOHBH 正解です。ヤジさん R から始まったらもうだからパスワード打ち込んでこれ D ベドラクエ特許があるの。水平の D ベだよ。もう僕はもうすごいシンプルです。はい、はい、水平リーベイ僕の船。違うよ、もう SU じゃないもん。絶対ノーマジで書きましたね。水平、はい、H、うん、HE、うん、LIBE BKNOFUNE、 はいはい、 HHE LIBE BOCNO FNENA。 正解者ございません。いないな。はい、どっちが近い。ここ回る回る。一番うろ覚えだったのはガジョさん。おお、さすが。なるほどね。これはギリギリの問題でしたね。当てられるかもしれないけど、ポケットモンスターのピカチュウに、うん、背中にこういう文様が入ってると思うんですけども、はいはい、それが何本入ってる。これうろ覚え、これ当てられちゃわないんだ。まあ本数だもんね。勘じゃねえのかこれ。はい、5 3 3 3正解は2です。ええー、実は2です。結構太いんですよね。3人1ポイント。3人1ポイント。ああ、これお得な問題だったね。CM で、うん、セシールの CM、うん、セシールって言った後のフランス人が何か言ってるあの言葉を書いてください。書け書け。カタカナで、カタカナでいいですよ。カタカナでいい。アドマブンヌベシュッセセラブン。そんなんだっけ。全然わかんない。セシールの後僕、はい、セヨンセソンシションセソセヌン。韓国語です。そうね、フランス語っつったんだけどな。はいはい、はい、セシールジュメンボホアレソセヌジュエジョン。分かんない。言われたって分かんない。はい、セシールクリスチャンディオルオブザバオパーソン。絶対違う。そんなもう知らねえから。ふざけの単語は聞こえてこないんだよ。絶対ふざけ。じゃあ正解発表からいきましょうか。はい、セシール、イロフルコンフィアンスエソナムール。イロフル？イロフルコンフィアンスエソサエソナムール。これ一応検証しなきゃいけないね。めんどくせえけど。はい。一文字目、イ、バツ。え。え。そ。お、当たってる！よっしゃ！1ポイント。お、すげえ。いや、ただ今、草上げさんが丸じゃなかったら俺マイナス食らってるから。あんまりないんだよ。くそ。はい、これはあっち行くか。もうじゃあ私カジノが、はい、なんだそれか。2週間で、うん、初めから好きじゃなかったと言って振られた女の子の名前は知らないですよ。何々ちゃんでしょうか。何々ちゃん。いや、下2文字です。2人は知ってる。あと
スコーチさん、寺島さんは、いや、そのエピソードは知ってるよ。よければ林さんから。はい、ゆか。はい、あ、しえ、えり、みき。正解、ゆかです。きた。うわ、マジか。当たった。天空の城ラプターのシータには代々伝わってきた本物の名前があります。はいはいはい、それをお答えください。オッケー。ま、はい、僕はですね、ラプタイロリスサンドシーク。俺もバルス三世。くしくも俺もバルス。いきますよ、はい、ルシータトエルウルラピュタ。おお、え、正解は、正解はリュシータ・リュール・リュー。あー、それはもう劇場のやつだから、もうニュアンスだからな。でもリュって書いて、表記はリュってなってるんだよ、前字幕の。はい、林さん1ポイント、カジノさん0ポイント、スコッチさん3ポイント、はい、寺島さんマイナス1、マイナス、草分け4ポイント。おー、強い。両方ね、うろ覚えさせたから、ルとルだけで変わったんですよね。